はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は、モンハンライズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、一つ装備品を紹介していきたいと思います。進行状況が、集会所が星7。で、里がね、まだ全然進んでないっていう状況です。で、集会所が星4から上位クエストになります。上位になった途端、かなり難しくなるのよ。結構周りもマルチで入るとワンパンされまくって死にまくる人がね、続出したんだけども、まあそれはそうだよね。防御力が低すぎる。下位から上位に上がった瞬間に、防御力、おそらく100前後だと思う。100前後。それだったらめちゃくちゃきついのよ。なので、今日、紹介する装備、めちゃくちゃ簡単に作れるので、まず、これを、とりあえずの装備として作ってみては、どうでしょうか。はい。この装備、俺が今装備してるね。ドーベル、です。まあ、シリーズ前にある、いつもの装備なんだけども、今回も、かなり簡単に作ることができます。まあ、素材を見てもらうと、まあ、こんな感じだね。まあ、大概、骨を拾っていくと作ることができます。まあ、ボスのね、素材も必要になるんだけども、まあ、ドスフロギーとドスバギーか。それぐらいなので、全然余裕で入手することができます。まあ、上位クエストの、星4のところにね、ドスバギーとドスフロギーが同時に出てくるところがあるのよ。まあ、そこクリアしちゃうと、一発で作ることができるので、ほんとこれ、おすすめです。攻撃力も上がるので、もう星7以降でも使っていけるんじゃないかな。うん。まあ、とりあえずの装備なんだけども、かなり強いので、おすすめです。はい。ちょっとね、大急ぎで、集会場をね、やってたんだけども、ちょっと、里のクエスト、里クエストも進めていこうか。まだ星2なのよ。星2。ここ上位の装備来るとかなり楽勝だと思うんだけども。まあまあ、今日はこれを倒しましょう。青柱だね。青柱だったら余裕。なんか途中で、集会所のね、星5ぐらいのクエストかな。で、青柱の、なんか、主みたいなのが出てきて、あれがね、むちゃくちゃ強かったんだよな。主青柱。あれやばかったね。なんか、主みたいなのが、今回は、よく出てくるやつなのかな。あ、いたいたいた。大きさ全然変わんないもんね。大きさ変わんないのに、名前だけ主っていうやつで、やばかった、あいつは。あ、なんか、たぬきちゃんがこっちに来ちゃってるよ。よし。先手必勝。あ、全然与えられない。まあまあまあ、行きましょうか。はいはいはい。基本的に俺は、ガードをつけてるヘビーガンナーですね。基本これか、ランスしか使えないので、もうちょっとなんか、幅を広げたいな。体験とかね。体験とかもね、下手くそなのよね。じゃあ、全然後ろ向いてるやん。ミスった、ミスった、ミスった。まあ、こういうこともあるさ。当てればね、超ダメージなんだけど。はいはいはい。オッケー。持ったね、結構。やっぱ、なんだろう。ヘビーボーガンは、自分でも火力出せるし、パーティーにも貢献できるんで、めっちゃくちゃ俺は好きなんだよな。でも、居すぎてもダメだよね。ヘビーボーガンが、3人いたりしたら、ちょっと、どうしようってなるんだけど。これまだね、俺ね、慣れてないんだよな、こっちの方に。どこだ？
いたいたいた。せい。しゃあ。ああ。よし。あと一発。ジャック攻撃。いける。青足が倒さなきゃいけないから、別にいいんだけどね。そっちはしなくても。よし、ありがとう。ナイス、青足ら。もう、ああ、流撃だ、俺。補充してくるの忘れた。オッケー、もう倒せるでしょう。はい。まあ、回だからね、こんなもんだろうけど。とりあえず、上位に入ると本当に、もう最初めちゃくちゃきついのよ。もうワンパンされまくってどうしようもなくなるんで、このドーベル、ぜひ作ってみてください。はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。